みんなそう。みんなお金が欲しい。おはようございます。こんにちは。こんばんはです。よろしくお願いしまし。本日はもうお金です。もうみんな大好きやろ。こっち。データが消えたんですけど、サマージャンボ買ってたんですけど、そのサマージャンボのね、データがなくなってしまったんで、なんのこっちゃわからんけどね。こないだサマージャンボ換金しに行ったらね、ワンピーススクラッチがあって、うわ、スクラッチや、久しぶりにやりたいわーと思って、で、考えたんですよ。でもスクラッチってのはなかなか当たらんやん。やっぱ運がないと当たらんやん、スクラッチなんて。運上げるにはどうしたらいいやろうと思って。で、金運って調べて、まあ、金運グッズってなんかいろいろあるんですよ、今。本当になんかこんなん聞くんかいや、みたいなのね、あって、まあ、聞くか聞かへんなんかわからへんやん、ぶっちゃけ。なんで、今回は、その、楽天市場で、レビュー順で見た時よ、上位3つ、今回は買ってきました。それを使って、スクラッチ1万円分やったら、どう当たんのちゃうかっていう検証をしていきたいと思います。はい、っていうわけで金運グッズ一つ目ご紹介したいと思います。こちら、何ですかそれ。中入ってるのがですね、こちらでございます。ふぅ、パワーストーン。これレビューめっちゃ高いねん。これ一番高かってんやん、レビュー。では続いて2つ目の前にですね、2個目もね、ブレスレットやったんですよ。レビュー件数からジャンルが違うの出るまでね、ちょっと見てたらね、2番目こちらです。エケコ人形。これ知ってるかな、これみんな知ってる、これ今の人とか絶対知らんやろけどさ、これ昔すっげー流行ってさ、もう10年前、ほんまガチの10年前、で俺20歳ぐらいか。世界仰天ニュースみたいなんで特集とかもされるぐらいバリバリ流行って、その時とかも絶対手に入らんぐらい有名なこの金運グッズ。これエケコ人形って言うんですけど、このなんかいっぱい体ついてるじゃないですか。これをね、エケコさんにつけると、その叶うよっていう、欲しいやつをつけていこうっていう。でね、口がパカって開いてるのがですね、これ何のため、なんとタバコがお好きなんですね。で、マルボロのねメンソールがね好きらしいんですけど、まあ、今回ねこのためだけにご用意しておりますので、はい、はい、失礼しますね。はい、マルボロのメンソールじゃなくてすいません、本当に僕の大好きなクールのブーストミント 8mm でごめんなさい。こんな感じでですね、加えさすとね機嫌ようになってね、これ、運をね、運んできてくれるらしいんです。はい、そして、3つ目。もう3つ目はすごい。これ、ほんまかってやつなんですけど、こちらです。お札の元。なんか、このお札の元を持っとくことによって、自分はお金を持ってるんや、みたいな、そういう意識の働きなのかな。ちょっとよく僕もわからないんですけど、これが、いいらしいですよ。ぶっちゃけまだ中見てないんでね、ちょっと開けていきたいと思います。お札の元、こんなん、え、これ、え、ちょっとただの紙やんこれ。はい、でなんかね、お札の元なんか書いてあるんでちょっと読ませてもらいますね。風水ではお財布の中にできるだけお札を入れておくとお札がどんどん増えると言われています。またお札の代わりに紙を同じ大きさに切ったものでもいいと言われています。じゃあこれちょっとエケコさんに持っていただきましょうか。はい、でね、このお札の元買った時になんかね、こんなキーホルダーもいただきました。まあこんな感じのセットなんですけどね、札束でビンタされてみたかったんや。はい、ごめんなさい、すいません。はい、ということでね、これはちょっと置いときましょうか。ということでね、この金運グッズ揃えたら、スクラッチ1万円分やったら一等当たるんちゃうか。早速やっていこうやないかい。白や、
3等や、これ3等3万や、ちょっと待てよ。